We are Team 48のこたつです。アミカです。エンです。サオです。若葉です。若葉です。まあ今日11月10日じゃないですか。はい、明日はね、もうあの大々的な、あの大々的なお菓子の日ですよ、皆さん。そうですね。何の日ですか。マッキー。まあ、普段であれば位置が基本4つつくんですよ。11月11日なんですけど、今年はなんと令和1年じゃないですか。おお、なんと5つつくんですよ。それプラス11時11分11秒ついたらもう10本、11個、別に11時11分投稿せんから天からみんな忘れて今の。ということでね、明日はポッキーの日なんで、ポッキーとプリッツの日なんで、なので今回はね、ありったけのね、種類のポッキーを、うわとプリッツを、プリッツも大量やん、大量に買ってきました。イエイイエイ、このようにね、もうドーンってさあ、行きましょうよ。行きましょう。シェラピーポッキー。うわー、なんと今回ポッキーとプリッツ合計21種類用意してきました。いやでけえ、思った以上に種類いっぱいですね。そして今回やる企画は、ボーイトリュー、ポッキー&プリッツ王決定戦。じゃあね、この21種類から、一番美味しかったポッキーとプリッツを決めていきましょうよ、みんなで。はい、はい、じゃあ食べていきましょう。いいよ。じゃあ若葉、一番最初に食べてみたやつある？やっぱりこれでしょう。ポッキーイエイ、食べましょう。はい、いただきます。うん、おいしい。やっぱりあ、おいしい。なんか高校生とかの頃めっちゃ食べてたんですよ。だからその授業中隠れて食べたりとか、そういうのを思い出しますね。素晴らしい。はい、うまい。次、タロン、食べてみたいやつある？あ、これなんやかな。僕が今回食べたいのはこちらになります。ポッキー贅沢チョコアーモンド。食べましょう、せーの。うまい。おいしい。おいしい。めちゃくちゃ高級な味がします。ちょっと特別な時に食べてみたい。確かに。次やるか。はい。天冬の口どけ。イエーイ。冬の口どけ。せーの。うまっ。うまっ。おいしい。これやばい。うまい。ちょっとレベル2つ上ぐらい。なんか普通のチョコじゃなくてココア仕上げって書いてて、結構お好みの味っていうか、特別な味がしてめっちゃ美味しいです。うん、うん、そう。じゃあ次僕なんですけど、やっぱねポッキーだけじゃないと思うんですよ。こちらドン、優勝プリッツでございます。イエーイ。じゃあ食べていきましょう。せーの。うん、これこれうまい。優勝。これはうまいわ。優勝。あ、これ進む。これめちゃくちゃいいおつまみになるわ。これビールの飲み物。これ止まらん。これ学生の頃これをお供に勉強してた。これうん、これってかじりながら勉強みたいな。めちゃくちゃみんな食うやん。1本ずつじゃないか。うまい。これ見てください、この人気具合。お前最後の1本食ったの。もう食べないよ。俺がプリッツォだ。だからやっぱりめっちゃ進むねんって、これ。この塩っ気がまたすごいいい仕事してて美味しかったです。じゃあ次、えんちゃん。はい、ポッキーで一番好きなのイチゴなんだよかな。つぶつぶイチゴらしい。おっ、つぶつぶ食感が違うのかな。じゃあ食べていきましょう。いきますよ、せーの。あ、うまい。うまっ。うまっ。めっちゃうまい。うまい。甘酸っぱい。もうイチゴが好きで、もうポッキーといえばイチゴで、言ったさっきアミカでハートの形のポッキーが一時期あって、あーあったな。それをずっと食べてて、やっぱりこの味が定番になってきてるような最悪の方やと思います。最悪の方でました。ありがとうございます。でもさ、うまい棒と違ってすごいなんか幸せな気がする。幸せな気がする。幸せかみしめてんだよ。お前からあるよ。お前からあるよ。うまい棒ってなんだ。じゃあ次、はい、おとちゃんお願いします。はい、ででん、黒蜜きな粉。おお、初めて見た。初めて見る。しかもこれね、季節限定だそうです。へえ。せーの。うん、重みが深い。おいしい。おいしい。おいしい。どんどんなんか味ね、どんどんくるような。ちょっと溶けてきた。そう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 。今だけですよ、皆さん。上品な甘さ、その通りよ。おいしい。じゃあ次、森
ありがとうございます。はい、じゃあ僕が選ぶのはですね、もう決まっております。皆さんやっぱり関西の方ですよね、うん、はい、関西っつったら何ですか。いや、大阪だったら何ですか。ブリコん、大阪と言ったらみんな何なんだ。ベビータビー。ベビータビーん、ホエーター。ホエーター。やらせろぜ。皆さん、こちら僕が選ぶのはこちらへ。ダダダダダンダダン。たこ焼き味になります。拍手。おい、裏裏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 。ブリコ社長が言ってたじゃないですか。ブリコ、ほら、ブリコって言ってんやん。でかいやん。しかもこれ、でかいサイズの14袋以下。でかいんですよ。せーの。おぉ、うん、うん、うまい。子供だけポッキーじゃないみたい。プリッツじゃん、うん、プリッツっていうか、プリッツじゃないみたい。うん、サップサップしてる、プリッツっていう。まず開けた途端にまずこれ1本というでかさ、うん、やっぱりタッパリギター人みんな大好きなんでね、関西人は。すげえ美味しいぜ。うまい。ボリューミーになってお腹いっぱいそうになりそうですね。これなんかね、なんかすごい、うん、今までとは違う感じの、うん、次、若葉。はい、まあ、見たことないこいつで。おお、何ですか。これココナッツ。季節限定です。おお、はい、食べましょう。せーの、うん、うん、めっちゃ好き。これあ、めちゃめちゃ好き。どう若葉。めっちゃ爽やかですね、これ。え、うまっ。初めて食べた。おいしい。次俺か。だろう。はい。あ、ちょっとね、どれにしようか悩みどこだよね。ちょ、あえてでいいの、最後に。おお、ちょ、嫌いな食べ物、ネギなんですけど、ちょっと苦手なんですけど、ちょ、ここは克服していきたいな。あ、じゃあ、はい、なんでこれ、プリッツ、和心ネギ味。どういう味なの。ネギ焼き味、醤油仕立てって言うんですよ。せーの。あ、うまっ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 。これ、あ、でも待って、あ、でもプリッツだったら俺いけるかも。ネギ美味しい。なんか、うん、ネギの風味はあるんだけど、こういう感じのネギだったら大丈夫かも。美味しい。これ、ASMR できそう。これ丸々カットするんで。はい、次、アミカお願いします。はい、アミカが選んだのはこのでっかいポッキーです。イエーイ。せーの。あ、やろ、うん、うまっ。うまい、うまい、めっちゃうまい。やばこー、なんかサクサクしてるな。カリッじゃなくて、これうまいわ。うまいわ。じゃあ、これかな。はい、デザイン的にすごい美味しそうやなと思って。はい、ドン。プリッツのスパイシーチキン味。スパイシーチキン。肉だ肉。匂い、匂いかも。あ、やばーやばー。めっちゃ香ばしい。思ったより香ばしい。柚子胡椒みたいな。せーの。あ、うまっ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 。美味しいこれ。スパイシーだ。もうなくなります。早っ。じゃあ次、えんちゃんね。はいはい、私こちらでいきますね。あ、気になってました。味わい、そう、味わい濃いめの癒しのミルク。うまそう。食べていきましょう。せーの。うまい。あ、めっちゃうまい。甘っ。普通のポッキーとはまた違う感じのミルキーさ。サクサクです。でもさ、俺味オンチなのか分かんないけど、さっきの冬の口どけとめっちゃ似てない。あ、ちょっとそう、似てる感じでショコラみたいな。じゃあ次、おとちゃん。ここいらでちょっとお口の中を爽やかにしませんか。ということでチョコミントです。わー、せーの。うわ、めっちゃフルフル。うまい。うわ、めっちゃじゃん。どうしただろう。いや、うまい、うまい。 iPhone あげるよ。あ、俺らいいよ、あげるよ。おいしい。ガキ、すごいおいしい。頑張るとりはんちゃうね。次いきますか。次あまりだ。はい、トマト。トマトも苦手やったよな。こちらトマトなんですけど、僕苦手なんですよ。トマト嫌いだから。はい、はい、苦手。あのね、全然トマトの感じ。マジですか。それを信じよう。信じて食べたいと思います。せーの。うん、うまい、うまい、うまい。やっぱうまい。ほら、全然トマトないやん。うまい。どう、なんか、え、うまい、うまない、うまい、うまいやろ。なんか俺的になんかすごい、うまい、ピザの、うまい、イタリアンピザの味。そうそうそう、トマト嫌いやから、ほんまにしっかりとしたトマトの味するんかなと思ったら全然しないじゃないですか。なんかそう、さっき言ったようにピザみたいな味、イタリアン風の。そうです。もうなくなりました。めちゃめちゃ美味しかったです。うわ、おいしい。いきます。じゃあ若葉。バター醤油。あー、おー、トマト味付け一番うまい。絶対
うまい。味付け一番100うまいでしょこれ。いきましょう。せーの。あ、うまい。おっとおっと、これうめえぞ。おっとおっと、バカうまいぞ。こけそうだった。次、はい、タロちゃんお願いします。はい、やります。タロちゃんの初めて言った。白桃といちご味。白桃といちご、白桃といちご季節ですね。え、それ混ざってるってこと？そう。え、JK ポッキー。白桃といちご。JK なり切って、ちょっと白桃といちご食べたいな。パンケーキ。マジピーチとストロベリー。せーの。あ、うん。うまっ、ちょっとめっちゃ好き、これめっちゃ好き。あー、これいいかも。なんか、噛めば噛むほど味が変わってる。そうそうな、口の中でふんわりって感じ。わかる、うん、うまい、うまい、おいしい。タロちゃん先生、ありがとう、ありがとう。じゃあ、アミカ。はい、はい、アミカは最近抹茶が食べれるようになったので抹茶のポッキー選びました。抹茶のポッキー、せーの。うん、まっ、やわらかい。あの苦味がね、また美味しい。めっちゃ深い味が。お、うん、濃い。こちらの抹茶も近畿限関西限定の。美味しい。こちらです。抹茶好きにはほんまたまらんと思う、この、うん、じゃあ、次僕いきます。こちら、お、ドン。はい、超カリカリプリッツバジルオリーブ仕立て、イエイ。おー、せーの。うまい。うまい、うまい、うん、やばい、ワイン。おいしい、これ。これいいよ。あの、若葉が選んだプリン。そういうこと。うまい。これ、これがプリンうまいかもしれん、俺。うん、これくらいでいきます。やばい。じゃあ次、えんちゃん、残り3つ。私、普通のポッキーよりこっち派です。極細。はい、それではいきます。せーの。あ、ベビータピキとか。あ、うめえ。うん、うまい。やっぱり、うん、これだわ、定番。これだわ。うまい。食べやすいんじゃない、細いから。もうスイスイって、うめえわ。はい、じゃあ、おとちゃん、ラスト。よい。や優しい味のプリッツ、マイルドロースト味です。おお。いきます。せーの。あ、あ、美味しい。ちょっと甘め。甘め。お子様が食べる。そう。あの、これ幼稚園児とかめっちゃ人気そう。うんうん。ハチミツ。ハニーみたいな。なんだろう。メンタル強いのかな。ナンバーワン。この最後ら辺にしてすごい食べやすい味ですね。ローストって言うから、俺しょっぱいのかと思ったら。あ、俺も思いました。甘い。美味しい。いただきました。こちらポッキーのいちご味になります。イエーイ。ど定番。せーの。うまい、うん、シンプルがやっぱりこのいちごの味が濃くて、これ美味しい。じゃあ、ま、前のいちごのポッキーやったじゃないですか。あれちょっと大人チックじゃないですか。確かに、こっちの方が好き。子供向けですごい甘めに作られてます。ごちそうさまでした。頑張ったな。あっという間でしたね。それじゃあみんなランキング決まりましたか。うん、はい、です。じゃあ発表していきましょうか。はい、じゃあ僕から。はい、僕はポッキー黒蜜きなこ味。おお。でプリッツはバジルです。おお。これは革命的だな。初めてうまっって思ってびっくりしました。俺はね、結構迷ったんだけど、ポッキーはあの鬼の金棒みたいな、あのキャラメルアーモンド、 あれが美味しかった。やっぱり あれとプリッツはやっぱトマトかな。トマトうまい。あれうまかったですね。びっくりしました、あんなうまいと思わなかった。勉強のおつまみにパク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 食べたい。うん。アミカが選んだポッキーは大社と一緒で、あのアーモンド。あー、美味しい。美味しかった、美味しかった。で、プリッツはバジルが、うわっ、あー最高バジル。あれめっちゃ美味しい。ポッキー部門では僕が選んだポッキーはやっぱりイチゴ、甘いイチゴ、最後のファミリーパックのイチゴのやつ、はい、うん、あれやっぱりなんかもう食べやすさといい、イチゴのまろやかさといい、すごい美味しかった、はい、でプリッツはもう僕もなんすよ、バジル。おっ、最高ですね。あのね、あれ匂いちょっと個性的やったじゃないですか、うん、あそこから食って食べた後のギャップっていうか、うわー、もう多分一番いいリアクションしてる、うん、なんで1位にしました。こっちゃんと全く一緒です。おぉ、いちごとあのバジルがもうドツボだった。いいです。バジルがもう衝撃やったんですよ。めっちゃ美味しかったです。とりあえず生ください。ほんまに美味しかった。ありがとうございます。はい、抹茶と迷ったんですけど、やっぱ黒蜜きな粉が、あーいいですよね。よかったね。
プリッツ部門ではね、やっぱバジルですね。はい、おー、あっとバジルなー、こんなボコ言うと初めて食べる。それあの食感がたまらない。僕も実はタツコンダイソンと一緒で、おー、最後に食べたホッキーのイチゴとバジルがバーッと出てきちゃう。バジルはとりあえずめちゃめちゃうまい。めちゃめちゃ美味しい。もう全部言ってくれたんですけど、やっぱりもう衝撃的な味。ほんまに美味しかった。でもあの細さやからこその美味しさってのもあった。確かに、確かにな。またこれ、イエーイ。ということは、はい、ポッキー部門の優勝はイチゴ、フリッツ部門ではバジル。いや、すごい。なんか、まあ、今日改めて分かったけど、めっちゃ種類多かったよ、ね、そうですね。しかも俺らが食うたことのないポッキーとプリッツめっちゃ多かったよ、うん、こんなに種類多くてなんかすごい感心した。じゃあ最後はね、はい、シェアハピポッキーで、はい、まあ、終わらせましょうか。やだ、ちょっとみんな、いちごちょうだい、いちごちょうだい、いちごちょうだい、これ以上でーす。じゃあね、今年もみんなでシェアハピポッキー。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。とりあえず今日はここまで。We are Team Pokki